ロス五輪1500メートル競泳銀メダリストの牧野。同種目金メダリスト北村クソと、牧野正像5月15日から1987年2月12日は、日本の競泳選手。1932年ロサンゼルスオリンピックの1500メートル、自由型銀メダリスト。1936年ベルリンオリンピックの400メートル、自由型銅メダリスト。 400メートル及び800メートル自由型で世界記録を更新した。静岡県浜名郡和志津町出身、吉人上小学校に入学。1932年ロサンゼルスオリンピックに出場し、男子100メートル自由型で金メダルを獲得した宮崎浩二は、吉人上小学校で牧野の1年後輩である。 旧制静岡県立三つ家中学校から早稲田大学に進学する。1931年8月30日、大阪畜生プールでの全国中等学校水上競技大会にて800メートル自由形で10分16秒6の世界新記録を出して脚光を浴びる。1932年ロサンゼルスオリンピックに出場し、1500メートル自由形で銀メダルを獲得。 その後、1936年ベルリンオリンピックに、出場400メートル自由型で、銅メダルを獲得した。早稲田大学卒業後に、日本窒素肥料に入社。第二次世界大戦後に、電通へ転じて、名古屋支社支配人などを務め、名電広告社社長も務めた。また車業と並行しながら、日本水泳連盟技術指導委員となり、自由型中長距離コーチとして、 古橋博之進、橋爪志郎らを指導した。1975年に、四十号賞を受賞。牧野の母校でもある、湖西市立和志津小学校の校歌において、ロスアンゼルスの日正期と歌われる部分があるが、これは、ロスアンゼルスオリンピックでの牧野と宮崎の金メダル獲得を称えたものであるという。2012年に、湖西市市政40周年記念の一環として牧野と、 宮崎の検証式が行われた。ありがとうございます。